こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました気になりすぎるお店に行ってみようのコーナーでございまして、本日は大阪は十三駅前に来ております。なんでもここのすぐ近くにお刺身を自販機で買って食べられる場所があるとのことでやってまいりまして、今この駅前のお店が立ち並ぶ並びの中にあるのかと思ったんですけれども、ここではなくて向こう側に回るみたいですね。なので向こう側に回ってみたいと思いますが、向こう側に回る道ももうワクワクする感じでございます。自販機、お刺身が売ってる自販機というか、夕方4時くらいで開いてるのか心配になってくる街並みでございますが、ここじゃないか、あれ、もうこの辺、あ、ここだ。開いてない可能性ある。シャッター半閉まりだ。平日夕方は17時からなんだ。ネット情報ですと12時からなんですけども、皆さんお気をつけください。ちなみに今が16時なので、ワクワクしながら待ちましょうか。1時間、さあ1時間が経ちまして、雨が降ってまいりましたが、お店の許可は取ってありますので入っていきましょう。さあこちらでございます。入ってきまして、これだ、本当にある。お刺身盛り合わせ、カルパッチョ、焼き物盛り合わせ、おまかせ天ぷらとか、本日のオリーブオイルソテー、半マイルデーガニ、ご飯、名物漁師汁とかで、ドリンクがありますね。今日は刺身盛り合わせと、あれ、なんかゴロンと出てきた。え、どこだ、瓶だ。漁師汁の方が気になるので、瓶だ、なんかプレートがいっぱい入ってる汁、ちょっとどんなの入れるかワクワクしますよね。こんなのがあるんだ。カウンターみたいな感じで丸テーブルもちょこちょこあります。お持ち帰りできますって言って、お刺身盛りもあったり、お寿司もあるんだ。はい、おはようございます。いただきます。美味しそう。来ました、お刺身でございますが、美味しそう。でこちらの刺身刺しとかなくて、ここから直接かけていくシステムだそうでございます。醤油いいね。こういうので、もしここ、本当はぶっかけなんですけど、こういう風にされて、はい、これあげて、ここにお醤油溜めてる人もいます。すごい、下に溜まるお醤油溜めとくってことですね、はい、あ、じゃあそうさせてもらいます。お魚の種類はいいですか？申し訳なくても聞きたいです。プラスと、はい、これがサワラと、はい、これがマアジと、はい、サザエ、これはサザエ、あ、サザエ入ってる、もちろん、すごいですね、サザエ入ってる。いただきます。ちょっとこれを使って、ここを一回そうかどかしながら、ちょっとどかして、あ、この感じで、あ、いいですね。いただきます。いただきます。お好みで一味をどうぞ。はい、いただきます。めちゃくちゃ楽しいお店ですね。はい、もう感激してます。いただきます。うん、美味しいです。すごい美味しい。めちゃめちゃ粗汁というか、超粗汁みたいな、すごいね、ガンガン入ってるね。出汁が出てるとかじゃなくても、出汁そのまま、もう最高じゃん。アジもいってみましょうか。おいしょ、おいしい。お刺身の味がもう確かすぎるよね。最高よ。おいしい。おいしい。とんでもない。サザエ。行きましょうよ。ちょっとつけてみます。いや、うまいね。でこの後の打ち合わせここでしたいぐらい、なんていい雰囲気なの。まだ気分良くなって違うアイデア出そうなの。そんなお店、ちょっと他も食べてきます。美味しい、
できる限り一人で全部飲み尽くしたいもんね。わあ、これこれうまいぜ。初めて来ました。そうなん、常連さんですか。いいお店ですよね、すごく。ですよね。何の間ですか。その間は何。その何の間だったら絶対いいお店。部長に常連さんでお酒、刺身そんなに食べたらいいと思うけど、こんな美味しいのが食べられたらしかも全部すごい美味しいですもん。そうスーパーが安いですよね。スーパーより安い、はい、こんな入ってて500円で6時か7時ぐらいならそんな値段にならない。確かに。あと身がちゃんと厚いというか、一個切り身の一つ一つの、セリで落としてだからこんなちゃんとした美味しいのが、まずここからもう楽しいですもんね。自販機で買うっていうところからもうワクワクするし、実際美味しいしっていうので。でもその動画だったら女の子はもう見てこれへんね。まあ見ないでしょうね。おじさんがお刺身食べてるとこ別にね。